大谷佐々木、うん、まあまあ当たり前か、ね、当たり前すぎたから今、いやいや意外性にちょっと足りない、ね、大丈夫、いつも意外性とか求めてないでしょ俺、うん、まあ2人ともすごいすごいよね、ね、まあ、佐々木朗希見た、あれ見たよ、完全試合すごい、しかもそれをほぼ2試合連続っていうのは過去なかったよ本当に、いやないでしょ、ないで、だからあれが8回で下ろさなかったら、うん、言ってたよね、言ってたね、多分言ってた、打たれる気配なかったもんねあの時も、打てる気しなかった、うん、打てる気しなかった、いやスタメンみたいな言い方する、いやいや本当に打てる気しないのよ、いやだからやっぱね、あれってそうなんだって、うん、だからほらあれでさ1試合目のその本当にパーフェクトやった時、うん、最後ラオウが出てきたじゃん杉本選手が、うんうん、でパーフェクト達成になったじゃない、うんうん、あで代打で出てきたわけよ、ラオウの調子が悪いから、うんうん、代打で打てるわけないんだってっていうのはスタメンの選手は ね3打席4打席見てて打てれんだから、いきなり行けって言って打てるわけねえじゃん、うんうんうん、みたいな、それはそうだよ、うん、だって俺全然タイミング合わなかったもん、でどこでやってたの、どこで、いやそれ見てて一応こうやってタイミング取ってたの全然外す、違う違う違う、あんた素人でも多分下手な方なんだよ野球、いやいやでもそんな俺でも、どんな俺でもだよ打てる気しないのよ、いやいやだってプロの、ね、バッターが本当にもう佐々木朗希がもうこの辺でもう振り始めなきゃ間に合わないんだって、もう こうやって投げたところで振り始めても間に合わないぐらいだって、もうこの辺で振り始めないとじゃあもうぐらいだからあのマウンド登り始めた時にもう早すぎるわ運動会前日からもうクラウチングスタートみたいなもんだすごい人が出てきたね、だからまあメジャーにねおそらく近い将来行くだろうけれども楽しみだよ、行っちゃうんだろうけどね、行っちゃうね、あれはもう行かせないともったいないよ、まあ確かにそうだよね、あまあ確かに高校時代のあれ163あれも早かったもんね、早かったし、だけど俺はだからあれ見て本当にあの高校時代ほら温存してしたじゃない、うんうん、佐々木甲子園の決勝ね、あの、うん、県予選の、であの時俺ブーブー言ったんだよなんだよとでも分かる、いや最後の夏だから投げさせろと思う、ね、大体さお前一人の甲子園じゃないじゃないかと、まあまあ、他のチームメートだっているんだし、それお前使わないっていくらなんだって、うん、ひどすぎるよと、高校野球だって一つの青春なんだからねって、まあまあうんで散々俺ラジオとかでも散々言ったんだけど、うん、撤回した本当に申し訳なかったあんなこと言ってごめんなさい本当に監督あんなこと言ってごめんなさいいやだから先見の明だったのかもしんないね、本当 本当ね、それでプロになっても割と温存してたじゃん、まあまあ、みんなのそういうのがさ、うん、ちゃんとそういう時代になってるんだよ ねだからやっぱ一個一個ちゃんと結びついてんだろうね、うん、だ俺なんかやっぱ投げすぎちゃったからさ、いつだよなあ小学校少年野球何人ぐらいいたんだっけ、まあトータル100人いましたね、うん、僕らの時子供多かった、あ、うん、まあ多いわね、うんうん、背番号何番だったの、90番ほぼケツじゃねえか何が投げすぎただいやでも監督って呼ばれてましたから、それ長嶋さんと同じ数だからだちょうど長嶋さんがあの監督になった年に俺入団したで、長嶋の90番が話題になってる時に90番まあ、三軍の補欠でしたけど三軍でしかも補欠かよ、補欠です、そうですすごいな、副支店長代理補佐みたいな、そういうことですよ、どんだけ下なんだよ、あの1回だけ練習試合に出たことがあります1回だけ、1回だけです、そんなで1回たった1回バッターボックスにその時だけ立ったんですけど、うんうん、俺が立った瞬間にピッチャーがゲロ吐いてそれで試合没収になりました一球も何も振ってねえんだ、振ってないんそんなやつが何が佐々木朗希の球が打てる気がしねえんだだから打てる気しないんですそうだな、うんうん、そうそう一生打てないよ、うん